皆さんこんにちは、森ゆりです。ちょっと風邪をひいてしまって声が全然出ないんですけれども、今日は100均を使った特殊メイクをしていきたいと思います。特殊メイクって言っても私グロいものしか普段やっていないイメージがあると思うんですけれども、今日はねこのボディースーツもタイツで作って、これも作ったりとかして、あとこれはスポーツブラだったりとかして、まあ、ここから下はまたタイツを履いてるんですけれども、こんな感じで今見えてる限りは、まあ、何なんだろう、キャッツアイみたいな感じのメイクをしていこうかなと思います。アラコンをします。はい、こんな感じでこの間使ったアラコンをつけてます。そして今回使用するのはこちら、じゃーん。本当にラメがマジでやばいんですけど、つけていきたいと思います。で、髪の毛は今後ろで編み込みにしてあるんですけど、二つ結びとか一つ結びでも全然キャッツアイにはなれるかと思うのでやってみてください。本当にごめんね、今日全然超えてなくて自分でもびっくりしてるんだけど、ここはまあ映らないので、ここからここまでのキャットラインを引いたりとかしてファーってやりたいと思います。色とこの色、この色指の腹でやっていきます。そして次この色いきます。グラデーションするので同じ指でできます。細かいこれからやっていくものはもちろんペンを使うんですけれども、これは指でやります。はい、こんな感じです。アイライナー本当はリキッドアイライナーの方がいいんですけど、はっきりと線を描いていきます。ここ描いていきます。ひたすら白でかたどっていきます。ちょっとピンクにしておきたいので、アイシャドウを散りばめたいと思います。はい、ということでキャッツアイメイクの完成しました。本当に風邪で声が出なくなってきた。ラメが入ってたりするんですけれども、下にもね、ラメをね、入れたりとかしてるんですけど、見えるかな？この縁取りが結構地味な作業なので、私が着ているこの衣装は、これは200円のダイソーのスポーツブラ、これが100円のタイツです。タイツをこういう形にして、首輪みたいにしてちょっとキャッツアイっぽい猫になってみたいなと思って、こんな感じになりました。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。森ゆりでございました。せーの、おつわり。ハロウィンウィーク開催中なんですよ、さりげなく告知してなくてごめんなさい。またちゃんと告知します。バイバイ。